で今からちょっとロックでパーティーとか女子会にも行けるようなメイクをしたいと思います。最初はボビーブラウンのこの明るい2色をまぶた全体に入れます。眉毛の下も入れていきます。こんな感じです。プロパレット S のこのちょっと紫がかったブラウンをまぶたのアイホールに入れていきます。薄めにアイホール全体に入れていきます。こんな感じです。次に MAC のスモールシャドウのちょっと赤い色、クランベリーという色をアイホールに重ねていきます。少し目尻寄りに多めに塗ります。こんな感じです。次にマックのシャドウのさっきよりもっとブラウン、ちょっと赤みの入ったブラウンを目尻側から入れていきます。二重の幅と少しこのくぼみに沿って入れます。こんな感じです。 MFC のシャドウのこの白の部分を眉毛の下に入れて立体感を出します。ここの眉毛の骨の出っ張ってるところに沿って入れます。少し目の下の方に向かって入れていきます。ブラウンのペンシルライナーで下ラインの粘膜を埋めていきます。こんな感じです。次に先ほど上まぶたに使った濃い方のブラウン、ちょっと紫がかった赤みがかったブラウンを下をのペンシルラインをぼかしていきます。こんな感じです。メイベリンのジェルライナーで上まぶたを塗っていきます。あと目頭もちょっと内側にラインを入れていきます。まぶたを引っ張りながらまつげの隙間を埋めるように入れていきます。後でリキッドラインを引くので少しもうこのラインは目幅に合わせて下地感覚で引いていきます。粘膜も塗ります。下側の目頭の内側だけ少しラインを入れます。引っ張って少し内側に、あんまり外側に見えない程度で隠しラインみたいな感じで入れます。感じです。次に MAC のリキッドラインでラインを引いていきます。目頭と目尻にラインを入れて目の横幅を出すんですけど、ちょっとパーティーメイクっぽく目尻はすごく跳ねて外跳ねにしたいと思います。長めに跳ねさせてキャットアイのようにします。次に目頭も入れます。こんな感じです。つけまつげなんですけど、上がフーズっていうののリッチタイプっていうつけまつげなんですけど、すごくバサバサなんですけどランダムで目尻側も濃くなっているので、こういうパーティーメイクとかにすごく使いやすいつけまつげです。じゃあつけていきます。目尻は少しラインが見えるようにライン全部に貼らずに少しだけラインより内側に貼ります。こんな感じです。次に下まぶたをマスカラを塗ります。下まぶたにマックのマスカラでマスカラを塗っていきます。つけまつげをつけちゃうのでもう目頭だけ塗っちゃいます。
こんな感じです。次に目尻に少し束感のあるつけまつげを真ん中から目尻にかけてつけていきます。目尻にさっき引いたラインの外側に合わせて振ります。こんな感じです。先ほども使ったちょっと赤みの濃い茶色をさっきつけたつけまつげの下に影を入れていきます。ちょっと広めに入れていきます。はい、こんな感じです。次に今影を入れたところの外側にちょっと赤みがある先ほど 上まぶたに使った明るい方のシャドウをぼかしていきます。こんな感じです。はい、これでアイメイクが終わりです。次に眉毛を描いていきます。 MAC のペンシル、細いペンシルで描いていきます。目尻側から毛を一本一本足すような感覚で描いていきます。こんな感じです。 MFC のアイブロウでチップにパウダーがついてるんですけど、これでぼかしていきます。今度は逆に目頭からぼかしていくような感じで目尻につなげていきます。こんな感じです。次に MAC の眉マスカラで眉毛に色をつけていきます。眉マスカラは毛の流れと逆からつけていきます。そして逆に逆立てた後に戻します。こんな感じです。次にチークを塗るんですけど、本当はピンク系を塗りたいんですけど、ちょっと顔がボケちゃうのでピンク系を塗る前に MAC のチークでちょっとブラウンがかった色を先に下に斜めにシャープに入れます。次に MAC のピンクのチークを上に重ねていきます。次は斜めじゃなくて頬骨の高い位置から目の近くを横向きに塗っていきます。これで完成です。なので今から右側もやっていこうと思います。これで両目、眉毛、チークまで完成しました。次はリップを塗っていこうと思います。リップはちょっと紫がかった色、紫ですね、紫を塗ります。少しだけオーバー目に引きます。こんな感じです。次にリップが濃い色なので上から少し薄めるためにナーズのちょっとミルキーっぽいグロスを上から重ねていきます。はい、こんな感じです。はい、これでちょっとロックっぽい女子会とかパーティー用のメイクが完成です。